ザ・タイムをご覧の、もう一回いいですか。はい、もう一度行きましょう。行きます。ザ・タイムをご覧の皆さん、おはようございます。ザ・ランページです。ニューアルバムラウンド&ラウンド、どんなメッセージが込められたアルバムになっていますか。つまり小さな、はい、そうですね、今回はラウンド&ラウンドとしてこう夫婦で回るという、まあ、ここまで紹介するところなんですけど、そこから着想を得て、まあ、限定会社というか、昨年デビュー5周年を迎えさせていただきまして、まあ、いろんな状況も世の中であったりする中で、改めてこう音楽の必要性だったりとか、エンターテインメントの素晴らしさみたいなものを自分たち自身こう、まあ、初心に帰るというか、そこにすごく大きな力があると信じてですね、自分たちらしく、自分たちの大好きな音楽を大好きな形で表現、するべく作り上げたアルバムになっております。力強い説明をありがとうございます。ありがとうございます。そしてリード曲のノーグラビティ、ミュージックビデオの見どころはどんなところでしょう。すごい。ズバリ、はい、ノーグラビティっていうのが直訳すると無重力っていう意味がありまして、で今回振り付けを僕と高井で2人でやらせていただいて、まあ、すごいサウンドがかなりこう本当に浮遊感がある、こう無重力を感じさせるようなすごいクリーンなイメージの楽曲で、それに合わせてめちゃめちゃ繊細で本当にね、どんなどんなんだっけ。まあ、すごい繊細な振り付けで、あと結構そのノーグラビティの N を表現した全部 N っていう文字を作った構成があったりとか、そういった部分もとてもこだわった MV になります。お二人の振り付けは皆さんどうでしたか。難しかったりしましたか。めっちゃかっこいいですよ。楽しかったですね。1曲の振り付けってどのくらいの期間で作れるものなんですか。早くて1日とか。早くて1日、もっと早くて3時間。すごい。悩むときは、めっちゃ悩む。悩むときは本当に出ないんで、ちょっと一回バコちゃんと飯行って、なるほどね。別のこと考えて。別のこと考えて、おっとこれいいじゃん。だからまあ2日3日は必要ですね。昔さ、一回だけMV 撮影当日にさ、高井手が作ってくる予定やったけど、その撮影の直前まで何も作ってきてなかったあれはどう乗り越えた。乗り越えたというのは結局はリーダーの力也さんにも知らないに至りましたね。まあ、何も作ってなかったさ。作れよって言われてた時期にはもうだってフリーが始まってましたからね。フリーが気づいたの作ってなかった。で、変なくるんっていう変な感じが出てきました。その場でも対応力がすごかった。すごいね。対応力じゃないですか。はい、まあ、そのちょっとそのトントンくるはどの曲ですか。ですね、ハードヒットっていう楽曲が練習して、まあ、タイトルの楽曲なんですけど、まあ、無理でしたね。タイトちょっとまだ未熟だった。未熟でした。よく行けたな。そんな裏話があったんですね。はい、そして今回のアルバムのビジュアルがこちら。6年前のものを再現しているということなんですけれども、いかがですか。まずこの距離で見ても動画まず変わったんですよね。この当時昔左拳こうだったんですけど、今も、はい、右の拳で話してた。かっこいいですね。かっこいいですね。昔は本当に見てましたけど、見たやつとバーサが出てる。そうですね。バーサが出てる。そうですね。だけどクールにかわいてるんですけど、なんかこっち前デビュー前とかなんかとりあえずギラギラしとけばいいみたいな。一番変化がある方ってどなたですかね。パックンさあ、あー、ありがとうございます。あー、違うな。A、肩の A あたりに、うん、鏡の確かに外見的にはじゃ
ね、髪色も変わって内面的にはどうですか？ルイ、ああ、どんな風に変わりますか？自分を出せるようになって面白くなりますね。ギャグ性を全力で解放してる感じが今解放してる。何かだからこの時よりも若返ってね。あちょっと恥ずかしいですもんね、デビュー前は当時の顔とかってくらい自分はどのように変わったなって思うことありますか？僕だったら結構、今こういう感じなんですけど、本当に、普段ずっと編み込みしてたんですよ。確かにね。だからなんか、その逆に今だとレアとか、落ち着いてきちゃったんで悪くなりました。悪くなった。ジンさん変わんないです。おー、全く変わらない。変わらない。変わってない。